結局僕らの資材は全部アミノ酸なんですよ。ただそのが一番多いってことですね。アミノって書いてあるのは、うん、キライスも全部アミノ酸体窒素なんで、量が多いからアミノ酵素っていうのがね。そうです。アミノ系の窒素は全部アミノ系の窒素です。甘いから何が出やすくない？あ、そういうのはやっぱりあります。消毒やっぱり使わないと、やっぱりその2号、もう無農薬の方はもう2号です。2号が一番あの無難、酸が強くて、あの虫の敵にはならないです。虫を防除しながらっていう液体はもう2号しかないので、一般的にあの使う、うん、一応酸性なんで、はい、あのいいんですけど、ただあの虫もう病、はい。今年ちょっとさ虫がなんか多い、ね、多いですね。今年はあの特に多いんで、ちょなかなかあの今年から農薬使ったって人もおるぐらいなんであの無農薬にはかなりきつかったかなと僕らもだいぶやられたので、この身に染みてやっぱり分かるんですけど、あのそうですね、液体ね、ニコルが濃さ調整してさ、初めて使ったアミノ酸のやつで、虫だらけ。あのダニがついちゃう、虫だわね。いや本当にアミノ酸だから僕たちはあの甘いんだわ、あの酸性にこだわっているのはそういうところですね。やっぱりあの味を乗せようと思うと、やっぱりあのどうしても pH っていうのは高くなってくるんで、あの病害虫のことを考えてくると、だから酸性に基本的にしてるっていうのはそういうところです。あの一般的なアミノ酸のやつとは違います。それはただやっぱりこの虫に関しては、やっぱり虫も、ね、消毒のあるところと、ね、有機の液かけてあるだけだと、まあ、我慢してこっち来るんで、ただこの無農薬とうちのかけたところを比べると、かけた液体をかけた方が虫が来ないっていうのはそれは分かってるんですね。ただあの虫もやっぱり、ね、他は農薬かけてるで、うちの有機の液体だけっていうとうちの方にやっぱり来るんで、でやっぱりまあ最近やっぱり虫も